新潟大学医師学総合病院で医師によるクラシックコンサートが開かれ、入院患者が癒しのひとときを過ごしました。コンサートは産科婦人科の榎本医師が呼びかけ続けているもので、バイオリニストの横山亜美さんとともに神経内科の西澤医師らがピアノやフルートを奏でました。普段の白衣を脱ぎ、豊かな音色を響かせる医師の姿に、集まった100人の入院患者は心地よいひとときを過ごしていました。